3の5000いい評価してもらったんで、非常に光栄です。山田選手は今シーズン史上初の2年連続トリプルスリーを達成。今シーズンから1億3000万円アップの推定3億5000万円で契約を更改しました。チームとしては本当5位に沈んでしまったので、やっぱ悔しさに残る1年でした。優勝と、個人的にはもう3年連続、トリプルスリーを達成できるように、頑張りたいと思います。3年連続、トリプルスリーを達成できるように、頑張りたいと思っています。5位に沈んでしまったので、やっぱ悔しさに残る1年でした。優勝と、個人的にはもう3億5000いい評価してもらったんで、から1億3000万円アップの推定3億5000万円で契約を更改しました。チームとしては本当、非常に光栄です。山田選手は今シーズン史上初の2年連続トリプルスリーを達成。今シーズン、個人的にはもう3億5000いい評価してもらったんで、から1億3000万円アップの推定3億5000万円で契約1年でした。優勝と、個人的にはもう3年連続、トリプルスリーを達成できるように、頑張りたいと思っています。3年連続、トリプルスリーを達成できるように、頑張りたいと思っています。5位に沈んでしまったので、やっぱ悔しさに残る1年でした。優勝とトリプルスリーを達成。今シーズンから1億3000万円アップの推定3億5000万円で契約を更改しました。チームとしては本当5位に沈んでしまったので、やっぱ悔しさに残る3億5000いい評価してもらったんで、非常に光栄です。山田選手は今シーズン史上初の2年連続